ポティオは、フランスが建造した、装甲巡洋艦である。本艦は1893年度海軍整備計画により、アミラル・シャルネ級の改良型として建造された。本艦は、船体の小型さゆえに、イギリス防護巡洋艦の持つ方に対して、優位を保つために、原則装甲をやや薄くした代わりに、艦艦防御、砲塔防御、司令塔防御を厚くした艦である。 戦隊形状で長らくフランス軍艦のトレードマークであったタンブルホーム型戦隊を採用した最後の装甲巡洋艦である。写真は第一次大戦時のグレー一色に塗られたポテュオ。戦隊形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは水薦部から 上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦守、艦尾は著しく突出し、かつ、上艦艦よりも推薦武装甲の部分が突出する特徴的な形状をしている。このため、 水栓下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美方の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る全体防御方式のため、船体の重心を下げる効果を狙ったものである。本艦の船体形状は全球と同じ区間限の、 高い艦首から低い艦尾まで、なだらかに傾斜する、平ら看板型船体である。水面部が突出した艦首から、艦首看板29.4センチメートル、単素手法等が一気、下部に司令塔を組み込んだ環境から、簡素なミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、 そこに3 7ト、mm、ルから4 7ト、mm、ルクラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃対用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。 本館のミリタリーマストは、上部には2層式の見張り台があり、下段に 4.7cm 速射砲が前後左右に1機ずつ、計4機、上部には 3.7cm 回転式機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機である。マストの後部には3本の煙突が等間隔に並び、間にはキセル型の通風塔が、片元2本ずつ、計4本立っている。 3番煙突から短脚式のマストまでは関西艇置き場となっており、片言2本ずつのボートダビットにより運用された。後部甲板には 19.4cm 単装手砲等が後ろ向きに1機である。また、煙突の側面には副砲として 13.8cm 単装側射砲をケースメート配置で片言5機ずつ、計10機を配置した。 本艦は欧州水域での艦隊任務をこなすため、フランス共和国各地に散らばる港を利用することを前提に、航続性能は大西洋で行動するのに十分な4000回り程度に抑えて設計された。シュボイラーはフランスが発明したベルビール式水管艦,艦を18機と横置き型3段膨張式3機筒レシプロ機関2機二軸推進で最大出力1万馬力で、 速力19ノットを発揮した。石炭を640トン満載した状態で10ノットで4500回り航行できた。本艦を走行巡洋艦たらしめている。原則走行は58ミリメートルのものが張られた。その走行範囲は、艦首から艦尾まで、甲板から水船面までの高さ4メートルを覆い、さらに水船下1.1メートルを防御するという、広範囲なものであった。 湾曲した主観般は、主要防御区画のみ平面部は4 3ト、mm、ル原則走行に接する傾斜部は8 4ト、mm、ルという強固な走行で覆われた。その背後に断片防御観般が配され、主観般と断片防御観般の間には石炭を充填した区画細分層があり、機関区を防御していた。水泉下部には石炭庫が配置されて浸水と、 断片から内部を守る構造であった。水栓下の原則には一層式の防水区画があり、それは官邸部まで達しに重艇と接続された。本館は1893年にルアーブルのメディテラネ社で寄港、気候、1895年9月に浸水、1897年1月に竣航した。1918年に水を撤去して、 観測用気球の運用設備を設置し、1919年に手砲等を撤去して、砲塔後に広角法を設置して、砲術練習官となった。1929年に本館は除籍され解体された。ありがとうございます。